ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M5 2018年式11400キロ、こちらの車両になります。やってまいりました、いいのが。はい。で、僕は以前大宮店で E63 撮影させてもらった時にも、はい、同じことを言ってるんですけど、この E セグメントのトップレンジで、はい、いろんな車がある中で一番ちょっとなんか雰囲気がやばくないですか。まあ、そうですね。結構ただやっぱ皆さん迷われる多分車種というか、まあ、M5 なのか E63 なのかとか、この E セグメントって結構迷われてる方多いんじゃないかなっていう印象はあります。そしてなんか一番なんかメーカーが本気で作ってるというか、はいはい、ちょうどなんかコンフォートのところとスポーツのところがこうせめぎ合うところ、はい、そうですね。でやっぱりこう抜かりなく作ってあるなというのをちょっと感じる、はいはい、そんな車になってくると思う、はい、でこの世代の M5 もうすごく端的に言うと軽い四駆、はいはい、この2つがすごくポイントなんですよね、はい、でちょっとその辺振り返っていきたいんですけど、まず車自体が僕改めてちょっと予習したらびっくりしたんです。もうこれ50周年ぐらいなんですね。はい。1972年ぐらいから5シリーズって作ってて、はい、で車的には7代目、はい、M シリーズがそのちょっと後から出てきて、はい、そうです。 M シリーズでいうとこの6代目ということで、はい、で、一応この方で大幅な軽量化、はい、これがアルミとか、まあ、あとはその素材をかなりいろいろ見直して、はい、まあ、ルーフカーボンなんか使ってますけど、そうですね、はいはい、この方でかなり軽くなって、まあ、先代よりかも、まあ、他のグレードにもありますけど、まあ、平均でいうと100キロぐらい軽いということで、なんか E よりも随分軽いみたいですね。あ、E クラスの MG よりは軽いと思います、はい、なんでちょっとその辺がかなり走りだったりとか、はい、まあ、影響してくるっていうところ。あとそれに加えてなんか車体の低重心化とまた前後 の、 その重量バランスもかなりこの方で見直されてるらしいです、はい、であとは、先ほども触れた四駆の部分、はい、まあ、ちょうどここより少し前ぐらいの年代から、まあ、どんどんライバルとかもそうですね四駆化していって、はい、まあ、ついにはアルピナ B5 も四駆になったりして、でやっぱりもっと元を正せばなんかやっぱり走りにどうしても肉だと限界があるんで、うん、ポルシェもターボが四駆になったりした時期もありましたけど、ね、まあ、この辺は正常進化なのか、はい、ただやっぱり車のキャラクターが、うん、駆動方式の変更ってかなり変わっていくところだと思うので、はい、まあ、ちょっとその辺市場 で、はい、特にこの車の場合走りを求めて四駆化してもなんと肉モードも残ってるってことです。そうなんですよ、まあ、ちょっと今回の市場で肉モードは試せないかなと思うんですけど、一応そういうのもあるっていう、なんか聞いた話で言うとなんだか信号からこうスタートするときでも違いが分かるぐらい、はい、なんか FR の動きをするらしいんで、その辺はもうフォーミュラ経験者の池田君にもいやいやちょっと本気のドライブをしてもらって、はい、ちょっと試したいと思います。でまず外観から見ていきたいんですけど、はい、今回のお車は外装がちょっと豪華、はい、結構豪華な方だと思います、はい、アクセサリー、はい、多数装着ということで、はい、まあ、グリルがカーボンになってたりとか、はい、下のこのダクトのところ、まあ、リップというか、はいはい、カーボンになってたりとか、はいはい、この辺が、M パフォーマンスのバズ、はい、M パフォですね。だいぶ印象変わりますね。多分グリルも標準だと確かにクロームのタイプなの で、 でこのカーボンパーツも結構難しいところだと思うんですよ、はい、コンフォートなところで行くのかスポーツなところ、ね、どっちかっていうと、はい、この車の場合外装はかなりスポーツに振ってあるのかな。はい、そうですね。そんな印象はだと僕いいと思うのはグリルがこのサイズという、はい、最近7もそうですね大きくなっちゃったのでちょっとなんとなくは身構えてたんですけど、はい、そうきたかっていう、まだこう見慣れてるというか目に馴染みのあるような感じではございますね。あくまで僕の個人的な意見ですよ、はい、僕の個人的な意見としてはもうちょっとペースを落としてほしいですそうですね、もうちょっとこう免疫ができてから少しずつ大きくしていってほしいですけど、はい、まあ、ちょっと僕 の、 その免疫がまだ追いついてないんで、うん、まあ、そこから見るとかなりこうバランスの取れたグリルのサイズっていうのはやっぱりこう自然だしすごくいいところなのかなと、はい、そうですね、はい、あとはまあ全体的に先ほどもちょっと軽量化の部分触れましたけど、はい、まあ、ボンネットがアルミだったりとか、はい、まあ、いろんなところがそうですね、アルミ素材を対応している形になります。なんかエクステリアでいうと本当になんかこうちょっと黒男好みというか、うん、もう絶対この車速いんだろうなっていうのはもちろん車好きが見れば分かるんですけど、はい、ちょっとあんまり車に詳しくない人とか見たら、うん、なんかすごくこうそんなに600馬力ある車って見えないっていうのは、うん、逆にいいところなのか。そうですね、本当にもう、まあ、本当に言っちゃえば高級セダンなので、まあ、カーボンとかこう入ってるので見る人が見たらっていうのはあるんですけど、基本的にはもう
通常の高級車セダンという形には一般の方には移るかと思います。そこすごくいいなと思ったんですよ、はい、そしてあとはヘッドライターなんかもあの LED のアダプティブの、はい、アダプティブですね、はい、ハイビームアシストがついてるタイプのヘッドライト、はい、まあ、一応この辺も含め基本装備がすごくいいんですよね。標準装備はもう本当にあの充実しているというか、はい、でオプションだったりパッケージもいろいろありますけれども、はい、なんかこう絶対これついててほしいよねっていうものは大体標準装備になっているとい、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと中でこの辺は触れていきたいと思います、はい、そして足元いきましょうか。足元もすごくいい感じじゃないですか、 なんか、はい、まあ、標準でも20インチの、はい、M のアロイホイール入っております。フロント275、はい、そしてタイヤの厚みもなんかちょうど良くないですか。ちょうどいいと思います。やっぱ、まあ、あのこれも市場で私もちょっと乗ってるのであれですけど乗り心地すごくいいので、はい、いろいろやっぱ考えられてるなっていう感じがします。そうなんですね、いろんなレビュー見たんですけどとにかく乗り心地がこう、はい、そうなんです。あのオフの時というか、うん、本気で走ってない時はすごく乗り心地がいいっていう、はい、結構この辺も他のライバルと違うキャラクターの部分だと思います、はい、じゃあこの辺も市場で詳しくやっていただきます、はい、で一応タイヤの方は2018年新車装着のものということで、はい、少し本当にわずかですかね、オゾンクラックがちょっと外側出てるんで、はい、まあ、車のポテンシャルを生かすんであれば、はい、まあ、タイヤ交換もおすすめじゃないかな。そうですね、まあ、購入前に早めにあのタイヤの方は交換できたらと思います。ただ距離はかなり薄いんで、はい、まあ、溝は十分、はい、そうですね、はい、なのかなと。こんな感じになっております。そしてホイールもこのバイカラーいいですよね。そうですね、定番ですけど、はい、そしてブレーキの方がフロント395パイ、はい、でオプションで400パイもありますけども、はい、まあ、十分かな。十分だと思います。そして6スポットのキャリパーが装着されていると、はい、あと足元の方が当然 M ですから少しローダウンされてて、はい、電子制御のサスペンションが、はい、これなんかオプションであのカーベ HAS みたいな、はい、車庫超過するキットもオプションであるんですよね。あ、そうなんですか。らしいです。へ、まあ、なんでちょっとあのいじったりとかっていうのもいいんじゃないかな。でもちろんその僕的には走るイメージでいくとこのタイヤの厚みすごくいいなと思ったんですけど、そうですね、あの数々こうかっこよくいじったのも特典作らせてもらってるじゃないですか。なのでまあカスタマイズとしてもいいのかなと、はい、この足元だった。そしてこの辺のサイドギルムなんかもしっかりカーボンになってたりとか、しっかり M5 ロゴが入っております。そしてあとそのまま横に行くとカーボンパーツとあとシャドーラインのこの黒いエクステリアがすごく引き締まった印象。はい、窓枠ってすっごい重要ですよね。重要ですね。メッキなのか黒なのか、はい、そして特に今回そのカーボンパーツ多いじゃないですか、はい、でよりなんか似合う気がするんですよ、はい、そうですね、ルーフとこのエアロ形状のミラーと、うん、あと今回の車はサイドスカートと、はい、外装のだからカーボンパーツがまあ一通りついてるイメージですかね。そうですね、外装に関しては一通りついております。そしてこの M パフォーマンスのこれもオプションですよね、はい、デカールでサイドスカートが半分黒くなってると、うん、ボディが大きいからやっぱりちょっとかなり全体的に引き締まった印象にはなりますよね。確かにボテッとしてない感じがします、はい、だからこれちょっと正直レビューでいくとステッカーはちょっとやっぱり、はい、あの劣化してきてるのかなと。うん、なんでまあ剥がしてもいいし、はい、まあ、貼り直してもいいしっていう、うん、そうですね、というところかなと思います、はい、さあそして後ろに回っていくと、はい、こう横のラインがすごく後ろ特に分かりますよね、うん、そうですね、はい、プレスラインと、はい、あとウィンドウがやっぱりメルセデスと違って、うん、こう後ろがカクカクってなってる、はい、メルセデスってちょっとどうしてもかまぼこ型なんで、はい、やっぱりこうセグメントウェイの方になっていってもちょっとラグジュアリーの要素を感じてきますけど、はい、そうですね、なんか BM ってすごくこの窓の形が効いてるのかすごくスポーティーな印象がやっぱり、はい、そうですね、このプレスラインと相まって感じるかなと、はい、そして後ろに行くとトランクスポイラーも、はい、これいいっすね。そうですね、これも M パフォーマンスになります。すごく雰囲気がいい、はい、こんなトランクスポイラーもついてて M5 のエンベレムと、はい、あとここだいぶいかついっすね。そうなんです、やっぱディフューザーもここまで来るとやっぱ欲しいところなんでやっぱあるといいですよね。そしてこの4本出しのマフラーと、はい、なんか前よりかも後ろのこのヤバさがそうですね、すごくだから後ろに疲れることがないぐらい多分速く走るかもしれないですけど、はい、すごくこの後ろの主張、はい、で僕改めてカタログ当時の新車のカタログ見直したんですけど、カタログにスポーツカーなのかエグゼクティブセダンなのかって書いてあったんですよ、はい、ああなるほどなるほど、うん、でその後見たらいずれにせよ約束するのは勝利って書いてあったんですよ結構強気なコメントですね。だからどっちにしろ、はい、まあ、とんでもない、まあ、高いポテンシャルを持ってますよっていう、うん、まあ、こんなセリアになって、はい、そしてここもちょっと触れましたけどカーボンの、はい、なってて、はい、こんな感じの後ろになっております、はい。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、これ内装が、はい、他のもう具体固有名出しちゃうと E63 よりかも、はい、ちょっと装備優れてるよねっていうのがいくつかあるということで、はい、まず、はい、ソフトクローズが
標準で、まあ、重要なとこですよね、これは。これちょっと僕的にはなくてもまあまあって感じですけど、あったらすごく嬉しい、はいはい、この上の車格になると、まあ、当然いろんな車ついてくるじゃないですか、まあですね、はい、で M5 だとしっかりついてるってことで、はい、そして内装はもう M 専用パーツ盛りだくさん、はいはい、専用の M マルファンクションシート、はい、これも調整もかなり細かくできる。そうです、はいはい、そしてシートのレザーもこれメリノなんで、はい、すごく質感いいですよね。質感いいですね、はい、そして背もたれのところがちょっと複雑な、はい、ステッチと形状になってて、はい、このイルミネーションもついてるってことで、はい、ちょっとこういう色気のニュアンス、うん、はい、演出もいいところなのかなと。でちょっとこれも後で座ってみたいと思います、はい、であとは、まあ、ステアリングだったりだとかシフトなんかも、はいはい、専用のものになってると。そうです、 M カラーの主張がしっかりこうステッチもブルーと赤で、はいはい、あと基本装備がすごくいいんですよっていう話を多分最初したんですけど、はい、オプションでフルレザーがあるぐらいなんで、はい、なんか大きいこれちょっとオプションつけとかないといけないよねってあんまりない、うん、そうですね、フルレザーがまあ選べれば本当にもうフルフルオプションになる感じです。そしてドアから見ていくと今回の車は高級オプション、はい、バワーズ&ウィルキンスもついてる、はい、これビジュアルもいいっすね。はい、そうですね、しかもここのついたところとことか光るんですよね。そうです、イルミネーションで光ります、はい、この辺なんかもしっかりだと、今回のパネルはそのウッドのファインラインリッチウッド、はい、これもなんかいくつか種類あります、ね、種類は結構、はい、ありますね。あとインディビジュアルとか行くとなんかシルバーのウッドとかいろいろありますけど、はい、まあ、結構この辺なんかもちょっと大人な感じでいいのかな、はい、で、このイルミネーションなんかも、はい、入っております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、カルタイプのスカーフプレートがあってもう乗り込むともうなんか安定のって感じじゃないですか。池田君も乗り込みますか。はい、ちょっと助手席側から、はい、もうあのセダンとして100点です。いいっすね、はい、このサイズ感と、はい、あとシートがビジュアルはめっちゃスポーツシートじゃないですか、はい、柔らかいんですよね。柔らかいです、意外と。このサイドサポートもそうだし、はい、この横、あとはこのセダンのシートでここまでやりますかっていうぐらい肩のこの張り出し、はい、あるけど柔らかいんですよね。そうなんですよ。で本当にシートは見た目はこうスポーツなのに、はい、座るとすごくコンフォートというか、はい、ラグジュアリーなし、そして調整も結構細かくできるということ、はい、マッサージ機能もついてます。あ、そうなんですね。マッサージもドアの方にスイッチありますけど、はい、パッケージのオプション、はい、フロントシートコンフォートステップですね、はい、これはステアリングヒーターなんかと一緒のパッケージですよね、はい、ついております。そして調整も、ただあの下見の時にちょっと話が出てたんですけど少し高いかなっていう感じは座面がそうですね、はい、これで一番低いんでもう少し低くできたらなおいいかなっていう気はします。ただ全然不安はないです、はい、そしてステアリングはもう安定の M のステアリング、はい、太めのですね。結構太いですよね。 BM 太いですよね。こんな感じになっております。なんかでも頑丈さがなんか伝わってくる、はいはい、そしてついていくタイプの NCC も当然ついてて、はいはい、M ボタン、パドル、はい、マルチファンクションもついております、はい、そしてステアリングヒーター、はいはい、ステアリングヒーターですよ。ステアリングヒーターやっぱこれもあるとまあまあ冬場とかそうですね、はい、まあ、レザーなんでそんなあ冷たいとかって多分ないと思うんですけど、うん、それ辺がなんかこう M のステアリングでヒーターがついてるのがなんかもう車のキャラクターを物語ってるかな、はい、そしてメーターも専用のメーター、はい、はい、びっくり330キロまで振ってあるこちらのメーター、はい、そしてもう表示こそ液晶ですけどこう普通というかスタンダードな表示、はい、そうですね、逆からにまだなってないというそうです、その前です、はい、これすごく印象いいですね。やっぱりやっぱりまだ僕はこっちの方が目に馴染みがある感じがしますね。これ変わんないですもんね。変わんないですね。あのポルシェの5連とかも変わんないですけど、はい、BM のこのフォーメーションも変わんないですよね。はい、そうですね。そしてメーター330キロ前ですけど、標準が250キロかな、はい、240キロどっちか、はい、250キロだったですかね。でドライバーズパッケージ入れると305キロ、はい、で一応なんかポテンシャル的には余裕で多分330キロまで出るんであろうって書いてあるのが多かったですなるほどなるほど。アルピナの B5 が結局最高巡航速度が330キロなんで、はい、まあ、そのぐらいのポテンシャルは多分余裕であるんだろうっていうのをいろいろ書かれてました。そしてあとは当然ヘッドアップディスプレイもついてて、はい、ステッチも入ってますんですごく質感もいいと。中がすごくだから高級はい、な感じ、うん、なんかスポーティーさが本当にシートとステアリングぐらいで全体的なこのウッドも効いてるし、はい、だからちょっとあのカーボンのやつもあるじゃないですか。ありますね、はい、だカーボンだと結構印象違ったのかな。そうですね、まあでも外装これだけ使ってて逆に僕はなんかウッドも
やっぱこういう車だといいのかな。メリハリ効いててすごくいい感じ、はい、でこの辺のアイドライブはおなじみなんで飛ばしちゃいます、はいはい、で一応設定であれなんですよね、これ肉モードとかが。そうなんですよ、はい、X ドライ、はいはい、じゃあこれ固定でお願いしますお名前ついてたりとか、ね、はい、雨ですからね。そうですね、はい、ちょっと本領を発揮できる。あ、そうじゃない、はい、そうですねこんなのもらっております。そしてエアコン、ここがなんと4ゾーンということで、はい、他の車種だと3ゾーンなんかもありますけど。そうなんですよ、はい、座席差別がない、はいはい、そしていつも僕がブツブツ言うシンクロも、はいはい、なんと備わってるということ で、あとこの液晶タイプのところのこの表示に、シートヒーターとベンチレーションがついてると、はい、この辺もちょっと使ってみたいと思います。だいぶ良くないですか。いや、いいですよね、うん、もう全然不満ございません。なんかアナログと液晶 で、 いいで、ね、確かに確かに、この次ぐらいの世代になるとなんか全部液晶で、はい、ちょっとあの直感的に操作できない車もなくないじゃないですか。でやっぱりアナログのこういうスイッチ系ってちょっとごちゃごちゃしちゃうけど直感的に操作できるんですよね。できるんですよね、はい、特に BM ってもう結構長い年数形変わってないじゃないですか。これがいいですよね。人間工学に基づいてますからそうですね若干傾斜して運転席に向いた、はい、このエアコン、クライメート関係こんな感じになっております、はい、そしてちょっと大型の、はい、ここの中にはドリンクホルダーとあと充電、はい、置くだけ充電がついていると。この辺もかなりいいポイントじゃないかなと、はいはい、あ、そしてこの奥で光ってるこの色はいろいろ変えられるんですよね。そうです、はい、イルミネーション変えられます。10色ぐらいで変えられたらと思います。そしてやってまいりましたシフト、はい、これが、ZF 製のハスコートマン、はいはい、当然調整付きの、はい、でカーボンのやつが今回の場合ついております、はい、でおなじみのアイドライブ、これ毎回同じこと言ってるんですけどダイヤルやっぱりあった方がいいよね理論が。あまあそうですね、僕も使い慣れちゃってるんでまああった方がいいなって感じがしますね。でこの年式はタッチと両方使えるんですよね。そうなんですよ、これすごくいいですよね、はい、だこれの前の年式 BMW も F30 の前期とかだと、はい、ダイヤルだけじゃないですか、はい、タッチ使えないじゃないですか、後期からタッチか、はい、確かにタッチ、そうです、ね、でここはすごくいいのかなと。で今後多分これなくなってるじゃないですか。なくなりますね、おそらく。だそう考えるとすごくいい使いやすい年式なのかなと、はい、あとこの辺もおなじみ、はい、モード切り替え系と、はい、あとカメラとか、はい、その辺もついております、はい、そしてやってまいりました。アームレストの中はそんなに容量ないですけど一応、うん、USB と、はい、シガソケットもついております。そしてグローブボックスの中は、はい、アンビエントエアがついてますね、はい、これは中身はさっき確認したらないということで、はい、ご意味を楽しみたい方はオプションで購入していただいて、はいはい、確かいろんな匂いありますよね。ありますね、標準だとあるので、はい、いただけると使えるようになっております、はい、そしてペダル、ペダルもいいんですよね。ペダルもいいですね、癖がない、はい、そしてサイズレイアウトもバッチリということで、はい、ちょっとこの辺もあと最近本当にありがたいことにいろいろ乗らせていただいてペダルのこの重さ、はい、めっちゃ重要だなと思ったんですよ、うん、はい、そうですね、ちょっと具体的な写真名は出さないですけどちょうど同じぐらいの年式のドイツ御三家、はいはいはい、アクセルがめっちゃ重くてうわ改めて乗ったらこんな重いんだと思っていろいろそこって乗り比べないと、うん、なかなかそれしか乗ってないと分からなかったりしますけど BM なんか本当にペダルは安定、はい、いつもレイアウトもこんな感じのペダルになっております。そして上、アンサルサイトの、はいはい、天井が標準装備ということで、はい、このスウェード調の天井そしてバイザーも、はい、そうです、はい、ここも僕がいつもぐちぐち言うポイントバイザー、はいはい、こんな感じで、はい、そして ETC 付きのミラーと今回の車は、はい、ディーラーオプションのドライブレコーダーがついていると、はいはい、で全体的にサンルーフとかないんですごく引き締まった感じの天井になっております、はい、これオプションでサンルーフもあるけどカーボンルーフがなくなっちゃうんですよね。そうなんですよ、はい、で今回の車の場合は、まあ、これで正解なのかなと、はい、気がいたします。こんな内装になっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。はい、はい、池田君じゃあ乗り込みますか。はい、どうぞ池田様。じゃあ乗っちゃいます。このセグメントだとやっぱり後ろ使うっていうことも結構あるんじゃないかな。そうですね、3、4だと、まあ、割と前メインですけど、はい、5からは結構後ろを重視した感じ、うん、いかがでしょうか。いやもう全然申し分ないです。ただちょっとここが乗り込むときに頭気になったかなぐらいですね、うん、でも入っちゃうと割とヘッドクリアランスもあるんで別にこう窮屈な感じじゃないです。あと僕さっき下見で乗ってびっくりしたのは、はい、リアのシートの柔らかさ。シートめっちゃいいです。なんかソファーに座って
う感じですね。ちょっと本当にこの上のセグメントのシートかっていうぐらい柔らかいコンフォートなシート、はい、そして装備もすごくいいんですよね。そうなんですよ。なんと4ゾーンということで。はい、4ゾーン見えるかな。やっぱりそのエアコン差別がないのはかなりいいとこかなと、はい、特にうち個人的な話で大変恐縮なんですけど、うち子供2人いて、はい、まあ、奥さん4人家族なんですけど、全員エアコンのこのベストの温度バラバラなんですよ上の子はもうすごい熱い熱いっていうし、まあ、うちのかみさんはもうちょっとでもこう、はいはい、あると寒いっていうし、うん、その辺ちょっとエアコン個別にできるっていうのはいいかな。そうですね、まあ、シートヒーターもちゃんとあります。しっかりついてる、はい、でエアコンの吹き出しもこのピラーにもついてて、はい、でなおかつブラインドもついてる、はいはい、こっちもついてるんですよね、はい、だいぶ豪華じゃないですか。豪華ですね、はい、そしてまた中に戻っていくと一応アームレストというか、はい、引き出せるタイプの小物入れはついてないんですよね。小物入れはないですね、はいはい、ドリンクホルダーですね。ドリンクホルダーが揃ってる、はい、あともう一個思ったのはちょっとフロントのシートがちょっとごついというか、うん、この辺はちょっとあります、ね、少しだけ前方の圧迫感をちょっと感じるかなと。これ斜めから見るとここすごいですよ、横が。ただかといってこう車内が狭い感じ全くしないですよ、はい、そうですね、ちょっとすごいごっついシートがついてるなっていうのをちょっと後ろ乗ると改めて感じる、はい、だ人乗せるのにもかなりいいの、うんうん、いい感じじゃないかなと。さっき土屋さんのポジションですよね、これシート、はい、全然僕は足元は余裕ですね。全然十分すぎるぐらい、はいはい、こんな感じのリアシートになっております。じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、当然のパワーのトランクになってて、はい、広さもまあまあまあ十分かなと、うん、奥行きがやっぱありますからね。ただゴルフされてる方にちょっと聞いた話でいくと、斜めにしないとバックが詰めないということで、ただここって結構難しいところで、じゃあ S クラス詰めるかっていうと S クラスもトランク狭いじゃないですか。そうです。ここを倒せる、うん、ここを使っていただければもう割と、はい、これでも手前ゴルフバッグ1個いけないんですかね。ものによってだと思うんですけど、垂直にというかは無理みたいです、うん、斜めに積むことになるみたいです。で64でシートが倒せるんで、はい、まあ、使い勝手で、この上のセグメントになるとシート倒せないの多いじゃないですか。多いですね、はい、リアのあのパワーシートがついてくる代わりに倒せないものなんかも多いんで、うん、はい、まあ、この辺も使い勝手すごくいいところなのかな、はいはい、こんな感じのトランクになっております。はい、じゃあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います、はい、スペックの紹介の前に、はい、豪華アクセサリーが、いやーこれ久しぶりに見ました。僕初めて見ました、はい、この2ピースのカーボンカバー、はい、あ、2ピースじゃないですよね、両サイドもついて、両サイドもついてます。4ピースぐらいの、はい、このドライですよね多分これだと思います。純正なんで、はい、カーボンのカバーがついてると、はい、でこれが見た目ハッタリじゃなくて、はい、エンジンの中身もおなじみの強烈な S63D44B エンジン、はい、約 4.4 リッター 4394cc V8 600馬力と。600馬力です。600っすよ、このセダンで600馬力。600はやばいっすよね。やばいっすね。で一応トルクの方が750ニュートンということで、はい、これもちょっとぶっ飛んだ数値、はい、これをちょっと発揮できるところって日本だとやっぱりないんで、うん、まあ、ロマンの領域になっちゃうと思うんですよ、はい、ただ以前これ僕ドイツ研修で行かせていただいた時に、はい、現地在住の方とちょっとお話しさせていただいて、うん、その方、まあ、ちょっと型は聞かなかったんですけど、はい、M5 所有されて M5 乗ってるんですよ。で言ってたのは M5 だと目的地まで何時間で行けるっていう、そういう表現の仕方なんですよそれが例えばレンタカーの、まあ、標準的な車だと何時間かかるけど、はい、いや僕の M5 だったら何時間で行けるんですよ。だ時間が変えるっていう。で日本だとどうしても100キロ120キロ速度制限があるんで、そうですね、まあ、そういう使い方そういう価値観の見出し方ってできないですけど、そこをちょっと備わってるっていうのはすごく一つ魅力なのかな。そうですね。で当然この600馬力に見合うボディと足回りとブレーキがついてくるっていう、はい、それってやっぱりすごく安心とか安全にもつながるし、はい、やっぱりこの乗ってるドライバーの余裕にもつながるすごくいいところ、はい、でこれ音がまたいいんですよね。音はいいですね。なんか久しぶりに聞きましたけど、ゾクゾクしちゃいますね、はい、でまたこの他のメーカーの V8 と違いません？違います。こうドロドロしすぎてないこのなんか乾いた音ですね、ちょっと、うん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 、
V8 って聞くとやっぱりちょっとドロドロ感を少し、はい、あのイメージしますけど全然違うとします、はい、でこれちょっと前にも触れましたけど、組み合わせるミッションの方が ZF 製の発足オートバ、はい、M ステップトロニック、はい、で4駆、そうです、あとは完全な FR モード、はい、0-100 のモードもついてると。続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、音やばくないこれ。ちなみに M2 ボタンにスポーツプラスになるように入れてあるので。何これ。これまだコンフォートですよ。ちょっと待って、あ、これか、はい、やばこれちょっとあの本当にセダンの形したスーパースポーツ、ね、そうですね、はい、でもちょっと最初はあのコンフォートに行きましょう、はい、一応エンジンが FACN と、はいはい、あとコンフォート、コンフォートってこと、はい、一応その軽いと四駆っていうところですけど、あと大きなトピックとしては、ミッションの方が普通のトルコンオートマになってるということで、はい、なんとクリップがあるということで、クリップするんですよ。クリップちょっとあの今アイドルアップ終わってるのクリップ早い気がしますけど、はい、はい、意外とそうなんですよ、グッと進みます。ただあの乗りやすい、はい、今日あいにくのお天気です。そうですね、ちょっと肉の600馬力を活かせるちょっとコンディションですけど前進まない感じですねあ、シートベルト引いてくれるんですね、はい、めっちゃ乗り心地いい。いいですよね。いい、あの実は3年前ぐらいにちょっと試乗の動画撮らせてもらってるんですよ、はい、完全に忘れてました、はい、でも僕久しぶりなんですよね、はい、ちょっとさっきの、スポーツプラス入れてた時からするともう別の車じゃん。はい、すげえおとなしい、うん、回転数やばいっすよね。やばい、はい、オートマだともうすでに 6速。あのね、こう芯の硬さはあるけど、はい、全体的なその車のニュアンスはめっちゃコンフォート。そうですね、レビューのやつで本当になんていうの、おとなしく走れば、はい、540と変わらないって書いてあるのがあったの、うん、またまたって、はいはい、モデルがそんなはずないじゃないと思ったけど、はい、本当にちょっとスポーツモデルって忘れちゃうぐらい、うん、コンフォート。そうですね、あの AMG の方がよっぽどなんか隠しきれてないというか。ああ AMG そうですよね、確かに。 E63 とか結構なんかコンフォートにしてもちょっとこう硬さとかあるけど、はい、うん、全然音も乗り心地もめっちゃ普通のラグジュアリーセダン、ただまあタイヤもあるのかちょっとこの芯の硬さは感じます。はい、エアサスとかあのさらにもう一個セグメント上のふわふわしたみたいな車の挙動ではないけど全然十分。そうですね、はい、まあ、シャーシ、これもまたシャーシとか車体剛性が高い気がしますよね。でも足はしっかりなんか動いてくれそうな、うん、めっちゃ乗りやすい。そしてステアリングも軽い、よっぽどうちの家の車の方が重たいめっちゃ軽い。これステアリングとか後で分かると思うんですけど、ステアリングも今多分コンフォートの設定で、あー、そういうことか。スポーツプラスにするとめっちゃ重くなるんですよ。へー、しっかりしてて。でも高速の時とかは結構重い方がしっくりくるから。そうです、なんでこう多分好みですごいその辺の変化がはっきりしてるので、うん、そこはそこでいいのかなっていう感じです。ここはねやっぱりあのメーカーが一番なんかこう個性を出して、はい、なおかつこう手を抜かないで作ってるところかなっていうのはすごく感じます。パッケージの内容もそうだし、そうですね、
車のそのキャラクター見ても、うん、え本当に乗りやすい。乗りやすいですよね。あとはね、なんか車のサイズ感となんかこのピラの立ち方とか、はい、なんかこうレイアウトとかもなんか癖がない、いい意味で、うん、そうですね。車幅感覚もすごい、いやちょっと大きいかなと思ったの、はい、改めて都内で乗って、うん、3年前に乗らせていただいた時も C1 かどっか走って、はい、まあ、ちょっとあの地方の方ちょろちょろっと走ったんだけど、さすがにちょっとこの東京店近くの割と交通量多くて幅も狭いところ少しこう車の大きさ感じるかなと思ったけど、はい、全然全然 OK です。そうですよね、はい、だから毎回この手のちょっと使い分けられるセダンとかで言ってるかもしれないけど、これうちのかみさんも全然多分乗れちゃう。あブレーキも、まあ、ちょっとごくごく低速だと少し効きすぎてる感はあるんですけど、はい、あの走り出しちゃえばすごくあの操作しやすい、はい、結構こうなんかグッて詰まるんですよね、うんうんうん、最後ブレーキがあの本当にクリープで動いてる時とかはちょっとあの効きすぎてる感は少しあるんですけど、はい、走り出せばやっぱり車重がかかるからか、このあのアイドリングスポいらんないですね、はい、まあでも600馬力でもアイドリングスポがついてます、ね、はい、そうですね、すごくないそう考えると。そうですね、600馬力でアイドリングスポついてて、はい、こんなにラグジュアリーなのに、はい、M ボタンを押すだけで狂った走りが狂った走りができるという、ちょっと M1 はやめときましょう、はい、ここも説明が嫌っすね。走行安全性なしのって書いてあるんです。私 の, あのドライビングスキルではちょっと肉は危険なので、特に今日このコンディションで、うん、あのちょっとケツが出た時に600馬力肉ってもうやばいよね。やばいですね。しかもこのなりでだよ。そうなんですよ。だって0100 3.4秒かな。そんな速かったでしたっけ。そうそうそう。あ、まあでも四駆ですもんね。四駆で0100だったらグッて車が前に出る感じ。乗り心地めっちゃいいですね。めっちゃいい。でもあ今コンポとか M1 じゃあスポーツプラスで、はい、ちょっと本当にあの危険なんでちょっとあのちょっとビビってます。はい、ちょっとビビってます。はい、見た目に騙されちゃいけないですね。そうだね。見た目はもう本当にセダンなんですけど、あやっぱりちょっとタイヤの硬さかな。なんかねこういう路面の悪いとこ走ると、はい、少しこうビビビビっていう感じは受けます。スポーツプラスでようやくそういうの出てきて、ね、そうだそうだそうだ。あそうか、スポーツプラスにしたっていうのも結構多分、はい、もう今ダンパーから、うん、あのステアリングのアシストから全部スポーツプラスに変わってますね。僕これ実は意外と乗るときに、はい、あのエンジンレスポンスとかその辺はスポーツプラスにしちゃうんですけど、ステアリングと足回りコンフォートにしたいっていう感じ。あなるほどなるほどなるほど。街乗りはそして今マッサージ押しました。マッサージソフト系です。レンジみたいにクイクイをされる感じというよりかは、そうですね、ソフトに、はい、背中が。あスポーツプラスにするとすごく引っ張るし、はい、引っ張るしっていうか今マニュアルか、はい、すごくギクシャク感と足の硬さを、うん、はい、足引き締まりましたね。そうですね、硬いです。不快な硬さではないですね、やっぱり。いいですか、短距離走して。はい、大丈夫です。はいえ。ああ、なんか心臓が止める感じですね。内臓が。音がやっべ。音やばいですね。やっべ。いやー、これは。これ早い。これは、もう何も言えないですね。やばい。あのね、すごいですね。ブレーキキック。ああいいですね。これでも標準のスチールのブレーキですからね。すげえ。あのね、ちょっとトルコンを舐めてた。ああはい。トルコンってなんか繋がった時に滑るとは言えないけど、うん、シフトチェンジした時に加速まで少しこうラグがあるかなと思ったの。はい。それがね、なんか本当にあの DCT みたいに繋がった瞬間に加速する感じ。トラクションが抜けずに、そうそうそう、抜けない抜けない。最近のトルコンすごいよね。すごいですね。電子制御本当に賢いというかないとダメですね今は。だからこの歴代いろいろミッションを選んできて、まあ紆余曲折ありましたけど、
この今現行で考えうる一番ベストなものが積んであるんじゃないかなって勝手に、うん、そうですね。 DCT じゃなくてこのトルコン AT いいですよね、うん、ミッションのつながりが本当良くてすごくダイレクトになったんですからね、はい、今のすごい。これめっちゃ速い。これはすごいですね。音いいですね。やっぱり本当に音いい、めっちゃいい。この時のこれはね、ちょっとごめんなさい、扱いきれないです扱いきれない、やばいですよね。これは扱いきれない俺じゃ。でもまあ車はしっかりしてるなっていうのは本当によくわかりますね。そうね、これだけのパワーを受け止めるだけのキャパがしっかりあるなっていう。車の剛性感すごいね。あとね、ヘッドレストがうちのカメラマンも言ってたけど硬い。硬い。特にシートが柔らかいから余計硬く感じちゃう。はいはいはい、そうですね。ヘッドレストのこの硬さだけだな。ここも調整できたらいいのになって思っちゃう。ランバーサポートみたいに。さっきだから踏み込んで加速するときとかシートに自分の体が踏み込んでる感覚ですね。うっていう、はい、そのぐらい。だからこれハンドル握っててその G だから助手席でこれ捕まるところがなく、あの加速はやばいなと思った。大丈夫です、この後体験していただくんで法定速度内で、はい、一瞬だよね。だから60キロとか一瞬ですね。秒だよね。グイッて すげえ。ちょっと肉でちょっと出るだけ出ていい？はい。X ドライブ。肉。あ、そっか、DC、DSC オフにしないと。オフにしない。なるほど。あ、赤になっちゃう。DSC オフで、X ドライブの設定。肉。はい。はい、ちょっと待ってください。俺、わかんないと思うよ、多分。肉になっても。わからない。フロントの伝わってくる感覚とか変わるんじゃないですか。わからない。私にはわかりませんでした。ありがとうございます。あれ待って待って待って、助手席これ上げてあるし。いや、なんかそれ以上下がんなかった気がするんですけど。下がんない。そうなんですよ。なんか結構高いですよね。めっちゃ高い。もうここの運転席そうでもなくない？運転席はまだそうです。それでも。助手席めっちゃ高いね、シート。なんでだろう。いや理想としてはこの肩の高さとここの高さいつ見てるんです、ね、一緒かもしか低くしたい、はい、先生お願いします。はい、はい、じゃあ肉でとりあえず、ああここに出ますね表示。はい、池田君お買い上げありがとうございますって感じで、はい、うん、いや結構最近のその車が制御してくれる四駆の車、はい、多いじゃないですか、うん、けど完全な肉になるっていうのはあんまりこうなかったりとか。そうですね、そうですね。一応その理論上は0-100に行けますよって言ってもなってなかったりとかありますよね。あと逆にその四駆って言ってても、まあ、基本 FF で、うん、っていうの多いですけど、ここは本当にねすごいと思った。すごいですね。これ興味ない人からしたら何のこっちゃだよこれ。選べる項目が多いですよね。うん、めっちゃ多くて、で個々に自分好みの設定ができるといいですよね。そうだね。やば。最初出た時これ僕何のボタンかなと思ってました。ああ M1 M2、はい、Me too です。Me too です。これ設定が保存できるボタンなんですよね。すごい。いやちょっと BMW ってやっぱり振り切れてるね、ちょっとね、一番上のこのメーカーが。そうですね、運転好きな方、走るの好きな方はやっぱ、うん、結構響きますよね、こういう駆け抜けちゃう、うん、あれでしたっけ、メルセデスの E63 って M5 より車重は重いですけどパワーはちょっと上ですよね、確か馬力600ちょっと出てる。そうですよね。でも E クラスの63が一番乱暴なんだよね、バイク一番出てるんだよね確か。そうだよね。そうだから各メーカーこの E セグメントっていうのは本気のしばき合いの車種なんだろうなっていう。で他のセグメントってやっぱりなんか例えばちょっとそのなんだろうな、違うとこで勝負の仕様がある。うん、だそれは楽しさだったり価格だったり、はい、まあ、あとちょっとその個性的な部分だったりとか、はい、
でもここのなんか E セグメントの車ってなんかもう本当に真っ向勝負しかできないというか。そうですね、うん、やっぱり一番メーカーが本気入れていくとこなんだろうなっていうのは勝手に感じた。そうですね、結構あれですよね、いろんなメディアとかプロドライバーでも結構こう比較で乗ったりとかそういうのが結構取り上げられてるとこがこの E セグメントのこの辺りですよね、うん、ただそのメディアでは取り上げられてたりするんですけど、市場のなんだろう評価とか、あとなんかこの立ち位置からすると正直主役かっていうと、うん、ちょっとあの影が薄くないですか。薄いです。もったいない。でももうやっぱりセダンクーペが結構今人気じゃないですか、うん、結構やっぱそれで影が薄れてっちゃったのはなんか感じますね。やっぱりこうザ・セダンっていうのが減ってきたっていうのが、うんうん、特にあの M5 がちょっとあの正当な評価を受けてないと感じてしまいます。そうですね、私だって間もなく半分になろうかというこのコンディションで、うわめっちゃいい音してる。そうですね、いつもあの編集しながら池田君のパドルさばきにちょっと感心しております。私、はい、あれですよね、単純に自分がこう心地よくなるとかあの俺が運転するとまずね忙しすぎてあのパドルの操作を忘れちゃう。ここはすごいよ、やっぱりこんだけ快適装備ついててちゃんと走れて。そうですね、まあ、もちろんその上の、うんうん、あのセグメントもありますけど、なんかちょっとこうスポーツを多少犠牲にしてるところはあるかなって勝手に思っちゃいます。大きさだったりとか、う、ね、うん、あと自動的にやっぱりこう後ろの比重というか、うん、もう重要視されてくるじゃない、はい、S クラスとかも。やばい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 結構あの今肉肉で一足で、はい、やっぱまあ慎重にアクセル開けてったんですけど、うん、全然かいちゃいますね。うん、全然食わなかった。全然まっすぐ進んでいく気がしないです。やば、これだからさ、ちょっとあの本気サーキットも行けるよね。で多分これ濡れた路面だと下手したら2速とかでも全然空転しちゃう感じですよね。すげえ、うん、滑っちゃいます、ね、2速で今2000回転ぐらいからでもやば、うん、肉では走れないですこれのポテンシャル半端じゃないね。半端じゃないですね。あのおとなしくちゃんと四駆にしますやっぱりそこの進化は正常進化だし、うん、でもまあ走りちょっと楽しみたいとか少し腕自信ある人は完全にこの四駆じゃなくても、うん、あのもう一個 M 何でしたっけ、スポーツプラス、スポーツプラスの、はい、はい、X ドライブのこっちの四駆スポーツの方ですね、で、はい、いいのかなっていう感じは四駆ハンドリングします、はい、あだからもうまさにこの矢印が物語っている、はい、四輪こうバランスよくっていうことよりかは多少こう後ろにこう、これがまさにこうトラクションを物語っております。そうですね分かりやすいですね。分かりやすいです。これでも空転しちゃうと思うんですけどね。あでもでもうわやばいやばいやばい、はい、うってなるよ。なります。でやっぱり結局後ろが少しこう流れるじゃないですか。すげえ、やっぱそういうもんなんですね。うまく本当にできてるんですね、四駆のシステム。このトラクションの配分、確かにこれすごいね、この車すごいね。すごいです、改めてだけど。でも本当に普通にゆっくり乗ったらめちゃくちゃ乗りやすいです。そう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 、本当に、ね、目つぶったら本当にね、あの高級セダン、はい、ブラインドスポットも分かりやすくて乗り心地がいい高級セダン。あ、8速は入んないんだ。これはすごい、本当にすごいですね。早い早いっすよね後ろにこうしっかり重心乗ってこうトラクションかかってくる気持ちいいですね、うんうん、
でも前もやっぱり駆動してくれてるからすごい進むこの速度恐ろしく速い。前に進む加速はすごいですねセダンの音じゃないですか。そうだね、すげえ。なんか改めてすごい感心させられますこの車は。確かに出装備も良くて。そうですね、ハンドルがちょっとステアリング太すぎる気もしなくもないです。確かにこの辺りが、うん、ステアリング選べたらいいのにね。なんかうん、そうですね、もっとコンフォートなのとか、うん、まあ、でもスポーツプラスとかだとやっぱ結構しっかりしたフィーリングになるじゃないですか。そうするとこれぐらい太い方が多分力をこうあんまり入れずに回せると思うんですけど。確かにあんまり細すぎてもね。そうなんですよ、うん、それは分かります。ちょっと慣れないだけであって、もうこのシートの形状とこのステアリングでちょっとはみ出ちゃってるけどそれでもなんかこのビジュアルからこの音がしてこの加速っていうのは他にない。助手席やばいですよね。やばい、シートに体がこうめり込んでくるってはーってなっちゃ う, うん、すげえ。あのやっぱりねちょっと S63 とかでこうフル加速とかも、うん、あの体験させてもらったことあるけど、まあ、ちょっと違う、はい、違いますね、うん、あの辺ってもうちょっとなんだろうな、こう考えられてるって言ったらあれだけどなんかねちょっとこうもうちょっとこうソフトというか、ね、受け止められる。なんかこの表現が正しいかわかんないですけど、うん、同じ四駆でも、うん、まあメルセデス系の AMG とかのそのフォーマチックってすっごいとんでもないこうやっぱ安心感もあったりするけど、うん、M5 のこれはまあここの M ドライブの X ドライブの設定にもよると思うんですけど、うんうん、下手したら飛んでくんじゃねえかっていうあのねちゃんといい意味でこうドキドキ感というか、そうですね、うん、走る楽しさは十分あると思います、うん、いやでもやっぱりその走る楽しさって結構その、まあ、危険と隣り合わせとは言わないけど、うん、やっぱりこの路面の状態がドライバーに分かりやすく伝わったりだとか、そうですね、はい、うん、ちょっとこの想像してる少しだけ上のブレーキの効きとか加速だったりとかっていうのはすごく大事だと思う、はい、うん、ステアリングフィールとかだからすごくいいですね、うん、路面の状況もよくわかるし、いやその味付けがなんかこのスイッチ一つでできるっていうのは本当にすごい。で自分の好みに合わせてこう、うん、個別に設定できるのもすごくいいなって感じです。これ本当マルチプレイヤーだね。マルチプレイヤーですね。全然本当に街乗りメインだけでも使えますし、うん、あとやっぱこれぐらいこうコンフォートなシートだと長距離がすごくやっぱいいですよね、うん、いやだいぶいいよこれ。個人的にはこの横の張り出し、うん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 、サポートがすごいいい感じ、うん、確かにホールドがすごくいいです、はい、いやだから本当になんかホテルの車寄せに乗ってっても様になるし、うん、サーキットに乗ってっても様になるし、はい、じゃあ例えばこの上のセグメント7シリーズとか、まあ、8でもいいですけど、はい、サーキット持ってってえっそうですね、なっちゃうじゃない、はい、じゃあ逆にじゃあ3、4ホテルの車寄せ、まあもちろんある意味で似合いますけど、ちょっとそのなんていうのかな、この清掃かっていうと、はい、ちょっとやんちゃな感じが出ちゃってるか、うん、そう考えるとこの車ってどこでも乗っていけるし。そうですね、ただ音が、うん、バルブ開いてると結構激しいじゃないですか、うん、閉めましょうそうなんですよ、だって住宅街とかは、はい、あそうですね、うん、結構このノーマルのマフラーでも響いちゃう。バブリングなんかこう本当にもう破裂音に近いじゃないですか。締めましょう締めました締めましょう、はい、ただスポーツプラスも戻さないとかな。ああそうなんですよ。でもそこはだから M1、M2 に入れとけば。そうなんですよ、もう1がすごくコンフォートで、はい、2がそのここ一番っていうのは簡単にできちゃうわけです、うん、はい、だからこのボタンが赤いから両方ともなんか激しいのを入れておかないといけないみたいなはい、ちょっと印象にとらわれがちですけど、別にそのさっき池田君が言った通り、そのエンジンだけちょっとレスポンスよく、はい、まず全部コンフォートのを1に入れて、はい、2をそのここ一番の、はい、っていうのは全然ありな使い方じゃないかな。そうですね、
じゃあもうそれこそ住宅街走るときは静かにして、はい、まあ、幹線道路出たら、はい、走り楽しみたいときは2をして、はい、で特に今スーパーカーがもう思いっきりそういう方向じゃないですか、はい、ハイブリッドを積んでちょっとえっていう意見も多いですけど、もうそれこそだからスーパーカーのあの形してても本当に住宅街普段の足のように使えて、でここ一番だとあのエキゾチックなサウンドが楽しめる、はい、で言ったらそれと同じことがこのできる、できますね。6速ずっとこう1000回転ぐらいですよ、今こうなりましたね。だ2000回転手前でコンフォートだとずっとこうシフト上げてってくれて、いやこれいいよ、シートヒーターとベンチレーションついてて、はい、うん、なんかメーターとかこの辺の液晶も視認性すっごいいいですよね。いいね。強いて言えばこのパーキングはちょっと押しづらいかなっていう。ああ、これ最初慣れなかったですよね。もう AMG GT のここよりかいいけど。はい、まあまあこのあたりは慣れてくればまあ問題ないでしょうけど。こっちだったらまだ押しやすかったのかなと。今まででもこのサイドにボタンあったじゃないですか、はい、ロック解除、はい、あれなくなったんだからここでもよかったんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。ポチッとして。はい。そうするとあれか、自然に押しちゃうからかってことですね。いやビジュアルもいいしさ、はい、改めてなんかすごい良さを感じましたね、うん、でも4、3、7巨大化するグリルに時期こうが私心配でしかなりません。そうですね。でももう流れ的にはやっぱもうちょっと逆らえなそうな感じがしますけど、ね、確かに、はい、いや各メーカーなんか EV になってってグリルどんどんちっちゃくなったりなくなったりとかしてってる中、はい、どんどん巨大化していくっていう、ようやくなんか最近4、まあっていうぐらいね、そこは ね、 ね、やっぱりいろんな事情あると思いますから。ステアリングヒーター効いてきましたね。いいね、このやっぱスポークのサイドが一番暖かくなります、ね、やっぱこの辺もこのクラスになると、まあ、オプションですけど、うんうんうん、あった方がやっぱそうだ ね、 ですね。だからもうこの車オプションって本当になんかないね。あとまあそのフルレザーが選べればよかったのかなっていうぐらいですよね、うんうん、それぐらい。そうですね、あとはその好みに応じて、はい、だちょっと話してたのはなんか黒じゃなくて白のレザーとかだったらもうちょっと色気があったりとか、はい、まあ、その辺好みなのかなって、うん、だ黒は黒ですごくフォーマルな感じ、はい、うん、結構あれですね、 M だとやっぱブルー系のボディカラーのお車だと白いレザーの車が多かったりもしますよね。だちょっと色気の意味ではすごくいいだろうけど、うん、フォーマルさで言ったらやっぱり白黒のこっちは結構そうですね、刺さる人には刺さるのかな、うん、乗りやすいやと、はい、まあ、あとウッドっていうのもいいですし。そうだね、これだと全然人も乗せられる車だと思うんで、うんうん、これ後ろいいよ、だって後ろ本当は正直乗りたかったですよ ね、 よね、後ろちょっとまあできれば乗ってみたいですね。これいいな。いやもうこれ今コンフォートだと本当に普通のセダンですよね。本当に540って言われて納得しちゃうぐらい、うん、はい、乗り心地いいしギクシャクしてないし程よいこの硬さですね、うん、あと出足とかもやっぱりトルコンすごく効いてて、はい、もう全然ギクシャク感がないないですね。ちょっとさっき車出す時も言ったけど DCT とかそのデュアルクラッチだとどうしてもその低速時のつながり、はい、特にハイパワーの車ってうんうんっていう、うん、ありますよね、ありがちだけど、これ今感動したのが自然にこのオートマモードでシフトダウンしてくれる時、うんうん、すっごくこう気持ちがいいところで落としてくれるからスムーズでシフトショックがなくエンジンブレーキだけこうスーって効いてくれる感じ、いいですね。さあやってまいりました、小回り確認ポイント、はい、はい、まあ、問題ないと思うんですけど、ただそんなに小回り利くかって言われたらちょっとまあまあまあでも十分な、はい、はい、だステアリングをこう切る回転数が少ないのがいいですね、うんうんうん、可変のあのギア比の、はい、
俺それねちょっと前のアリーナ店であの X3 かな乗った時もいや昔の E60 のとかすごかったっすよねっていう。あ、乗ったことある？E60 乗ったことないですね。 E60 のねその可変のやつってねもうすっごい極端なの。へー。低速じゃもうなんか一回転しないのかな。はいはいはい。でそれ普通に速度が乗るとはなんか切れるんだけど。へー。もうフルロックみたいな。あ、そうなんですね。そう。だそれから考えてものすごい自然になったなと思って。ああ。極端すぎてもそうですよね。そう、ね、だその辺もだからすごく時間かかりましたけど、すごいところに到達したなっていう。ありがとうございます。ありがとうございました。いやーこれねちょっとねいいよ。いいですね、うん。僕も欲しいです正直。びっくりした良さに。あ、やっぱ1回転とちょっとだ。1回転とここまでですね。そうだよね。はい、E60 とかだと全然もっと回らない。確か1回転ぐらいしか回らないじゃない。じゃあ最後になりますけれども、はい、今回ご紹介させていただいたこの M5、はい、これノーマルでも十分魅力的だと思うんですけど、うん、はい、まあ、カスタマイズが得意なボンド東京ですから、はい、まあ、プラスアルファでカスタマイズ楽しんでいただいてもいいと思いますし、はい、まあ、あとちょっと紹介でもところどころ触れた、うん、まあ、リフレッシュポイントもやっていただいてもいいのかなと、はいはい、ぜひ池田君まで。走りは強烈なんでぜひ。そうですね、はいはい、ぜひ池田君までお問い合わせください。はい、というわけで今回は BMW M5 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。